対戦の方は返してください。なんだって、成田市を返してくれだって。あいつも返してくれだって。じゃあ1にあるか確認してくださいね。他の皆さんちょうだい。いいよ、白金さん。1ない、1に1。1ない。皆さん、1ない。剣が多く求めてますよ。いや、いつも変なこと。高松さん。いつも変なこと。はい。おい。セバ、次の戦いは、成田対塩屋と。まあ、1回戦の最後の試合。今、まあ、は優しいから塩屋に勝たせてる。全部同じじゃない。でも、それは、それを選ぶのは、成田さんではなく、皆さんです。ですまあ、丸納めに。今日も競馬外れで一緒。はい、それでは行きましょう。さあ、それではじゃあ、じゃあ、組み合わせ抽選、若い成田さんの方からいきたいと思います。はい、成田さんの最初の動画行きました。誰とですか。はい、ちゃんと見よう。わしがにかだせ。ごはんね、ごはんさん。ほんで違う、おめえ本語で。いや、まず見よう。違う、資格になるぞ。本語ない。会見おめえ本語だよ、次。おめえ1だべ。痛いなそれ。金ねえ。動画で判断してください。でも去年一気に巨者ですよ。あいつ去年やったっすよ。やった覚えねえんだけど。結構でもあっちゃうんですよ。ああ、まあそれはいい。それはいい。これはトーナメント大会でね。何トーナメント大会でも上でもあっちもらったんですよ。髪あんねえよ、飲んでくんの。髪あんねえ。数えろ。せや。じゃあボールってやつね。いつまでやってもスイッチ入れねえはずね。ストライクってやってもスイッチ入れねえはずね。番が一番ダメじゃないか。だよ、スコアラが一番前だろ、おめえに。野田さんが勝負しようか。なんか、成田さんのとこなんか長くないですか。いや、なんでことだけだよ、もうダメ。ちびちゃん、セリティングができたな。やべ、マイナス目の。それで消えてないです。あ、じゃマイナス目の。俺、投票権ないっすよ。あ、そっか。あ、成田さん対塩屋さん。うん、え、待って、もう1個しかない、投票権。今なんで今更じゃね。投票権。あ、終わったよ。うん。じゃあ、塩屋選手。あ、今のが1番ですか。今のが1番です。2番です。はい、どうも。これ綺麗だよな。綺麗。ああ。ああ、このちゃんいねえやつだ。これもや、この映像だから、あ、弱いんだよ、お前。後ろ、今のセカンドランナーじゃないですか。マイナス。マイナスじゃないですか。あ、ちょ、待ってほしい。マイナス。え、なに、マイナスって何。いや、ランナー。貴様。ランナー。今、貴様じゃなかった。これ、これ。これじゃない。ルイワールド。対戦相手に。挑発ですか。何これもうホームランだ。いや、ついたなと思ったらちょっとこっちも抑えずんだよ、こうやってます。なんかにプラスに働いた可能性もこれも俺の先のホームランと同じ状態で結局な、そこの腰、あ、こっちもあるんだ。ずりーな。おー、やめよ、これまた違うよ。ちゃんと取れてないっていう。やったよ、おじさん。じさま、やっちゃった。あー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 
シュガー選手シュガー選手コメントを一言。
いや、まあ、あのセカンドランナーがフォーマで帰ってきたらファーストランナー呼ばわりだということであれ